大谷翔平が1022億円契約から10億円を寄付か、水原一平通訳帯同も契約の中に、ドジャースと10年7億ドル約1022億円の契約を結んだ大谷翔平投手29の契約の内部を13日日本時間14日、ジアスレチックの堅牢ゼンタール記者が報じた。同記者は自身の XQ ツイッターに、大谷翔平のドジャースとの契約の中には、慈善団体に、1% を超えない金額を寄付すると投稿。また、すべてのレギュラーシーズンと、ポストシーズンの本拠地の試合でスイートルームを提供し、通訳も提供すると報じた。通訳はエンゼルス時代と同じ水原一平氏になることも決まり、14日同15日に行われる入団会見にも参加するという、ふるさと納税かな。仕方ないもらってやるよ。まだ全然もらってないのに先に自腹の手出しだろうからね。10億はすごいよ。通訳で10年で10億って夢あるよな。大谷選手が母校へ寄贈したとされるバスナンバーは8710、花党と粋な計らい。それなら俺に欲しい。翔平&一平。やっぱり大谷はいつも通り寄付するよな。メジャーだと寄付は普通だろうけどやっぱり額がすごい。どこがもらえるかでざわざわしそう。私も欲しい1億円でいいから。スポーツは海外移籍が主流になってるし通訳は夢のある仕事になってんな。10億が波数になる男。マジで最強軍団作ってほしい。神かよ飯食りろながやれないことを平然とやる。ドジャース球団の山本由伸の面談に大谷も参加したみたいだから。大谷は本当にワールドチャンピオンを3度取るの人生設計を達成したいんだな。今まで、ほとんど叶えてきたから。ヤンキースはベイブルースだけどドジャースは大谷と後世に残るかもな。ベイブルースは現役中の高額年俸の合流で命を落としたけど、大谷は現役中は全てトレーニングと練習と睡眠。トレーニングと練習と睡眠で野球だけに人生注いでるから、世界中のプロスポーツ選手で大谷の真似は誰もできない。引退後は岩手県にドーム球場建設かな。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。